サッカーアイスランド代表はアイスランドサッカー協会によって編成されるアイスランドのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは首都のレイキャビークにあるラウガルタルスベルル。2014FIFA ワールドカップヨーロッパ一次予選ではグループ2位で二次予選に進出したがクロアチアに敗れ本大会初出場を逃した UEFA ユーロ2016予選ではアイスランド代表史上初の 本大会出場を決めた。なお、オランダに対し、ホームアウェイともに勝利した。本大会では、グループリーグ初戦のポルトガル戦で引き分け初得点、初の勝ち点を記録した。3戦目のオーストリア戦で、初勝利を記録し、グループ界2位で、ベスト16へ進出した。ラウンドオブ16ではイングランドに、開始早々 PK で失点するも、見事逆転で2から1勝利。 準々決勝へ進出したがフランスに前半に4、失点、後半に1失点するも2点を返して2から5で、敗れた。2018FIFA ワールドカップヨーロッパ一時予選では、グループ I を首位通過し、初の本大会出場を決めた。アイスランドの総人口は33万人であり、FIFA ワールドカップ史上最も人口の少ない本、大会出場国となった。 本大会ではグループ D に入り、初戦のアルゼンチン戦では1-1と引き分けたものの、2戦目のナイジェリア戦では0-2、3戦目のクロアチア戦では1-2で敗れ、2敗1分のままグループリーグ敗退となった。UEFA ネーションズリーグ2018から19ではリーグ A に位置づけられ、スイス及びベルギーと対戦したが、4試合で勝ち点0。 一得点13失点という結果に終わり、リーグ B に降格した。太字は、現代表選手最多得点選手のエイドルグ・ジョンセン、最多得点選手のコルベーン・シュグソールソン2020年11月18日現在、水色は、現代表選手2020年11月18日現在、水色は、現代表選手2012年、来日し、日本代表と戦った際に、 ステインソール・ソルステインソンのハンドスプリングスローが観客を沸かせた。試合は3対1で日本が勝利している。UEFA ユーロ2016を機にフランスやイラン、日本などでもバイキングクラップと呼ばれる応援方法を真似する現象が起きた。これは太鼓などに合わせて手を叩いた後、う、と叫ぶのを一定回数繰り返すものである。ありがとうございます。